どうだろう。山頂からの眺めはいかがでしたでしょうか。進行方向反対側、東から南にかけてのご案内いたします。眼下には湯河原の街並み、真鶴半島、遠くには三浦半島、房総半島とご覧いただけたのかと思います。また南に目を向けますと初島、その先には伊豆大島を筆頭に伊豆七島がいくつかご覧いただけたのかと思います。また条件が整いますと東京スカイツリーを見ることもできます。こちらから直線距離いたしまして約100キロほど離れております。変わりましてこちら進行方向西側の景色になります。右斜め前方には標高1504メートル、足高山がご覧いただけております。その右隣には晴れてよし、曇りてよし、富士の山、元の姿は変わらざるけりと昔から歌に歌われております秀麗富士山がご覧いただけております。足高山と富士山の間、遠くには南アルプスの一部中身だけがご覧いただけております。変わりまして正面の一点湖のように見えているあたりが駿河湾になります。駿河湾という町並みに小さな山が点々とございまして、一番右端の右隣ビル群となっておりますところが沼津市の中心街となります。そちらからこちらへ真っ直ぐ戻りますと富士の白雪、朝日で溶けて、溶けて流れて三島へ注ぐと、通り越しで知られております、水の都、三島市になります。右手富士山より正面の三島まで、地下を通りまして、現在でも雪の水がこんこんと湧き出しております。また、鶴川を挟みまして、向こう岸、左斜め前方になりますが、地元の松原や日本平、その先には御前崎方面とご覧いただけております。まもなく上り口駅到着でございます。降り口は進行方向を向かいまして右側となります。上りの際はホームが階段となっております。足元に十分ご注意くださいませ。本日は十国峠ケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。皆様方のまた上りを心よりお待ち申し上げております。上りの際は車内に落とし物、忘れ物等ございませんようご注意くださいませ。